はい、こんにちは、ビッグボーイです。フォールアウト4続きやってきます。現在テレポーテーションで訪れたインスティチュート内部、今クエストが主に3つで、息子と再会したんだけど、理想はこっちね、理想はこっちで、現実はおじさんになってたと、息子ショーンで、現在は人造人間のその実質的指導者なってて、主人公は帽子を取ったら髪の毛がハゲ散らかしてたと。これ髪型変えてないだけだけど、とりあえず各部門のリーダーと会う。うん、現在彼は60歳でインスティチュートのリーダーだった。で、組織の一員にならないかっていう誘いを受けてるんだけど、実の息子に。これなんか分岐しそうなんだけど、どうしようかな。で、ホログラムは入った直後にデータを抜き取ったから、後でイングラムに渡すとして、あと BOS の依頼でドクター・リーを探してほしいって言われたから、まあ部門の人たち探してる間に多分見つかるでしょう。早速この辺見てこう。こっち行こうか。おう、すんごい、あの連邦の荒廃した世界とはもうまるっきり違う近未来世界。すんげえテッカテカしてる。シャワー、これシャワーか。あ、こっちはなんもない。ここもしかしてショーンの部屋だったりするの？こっちから来たもんね。主に下にアイコンがあるけど、ちょっと上行ってみよう。これはなんだ？あれ？ああ、こっちからも出口あったんだ。ローレンス。視覚レセプターが故障してるのか？汚れと埃が見えんのか？失礼しました。壊れたクレンジングユニットを支給されたのです。言い訳は許さん。お前が壊れているのは明らかだ。この件は報告しておく。お前を分解した部品で実際に役に立つものが作れるかもな。ごもっともです。ここで少なからず時間を過ごしたら、人造人間という言葉にうんざりするだろう。この私がそうだ。ほう。普通の人間もいて、人造人間を扱ってここで生活してますよっていうことでしょ。お迎えできて光栄です。あ、この人造人間は本物に近いやつ、ってかもうほとんど本物だ。いや、ファーザーがなされたこと、築き上げたものを見れば誇らしく思われるでしょう。なんかスカイリムのノルドっぽい。でかい。インスティチュートへようこそ。コースは、あ、人造人間が何かおかしな行動をしないか目を光らせておいてください。コースはといえば、おかしなことをしてたやつは前に打ち倒した気がするんだけど、会話不成立の状態で。未確認の存在をスキャン中、問題なし。まあ、ちょっと迷いそうだ。おお、下降りてみるか。K14 化合物に可視反応なし。次の試験を開始する。今回は投与量はずっと多くなる。副作用もずっと激しくなるだろう。痛みますか？正直わからない。それを調べるのがお前の役目だ。さあ、動くなよ。ディーン。
し、終わった。仕事に戻っていいぞ。発症した症状を逐一記録するんだ。被験者としてお役に立てるように頑張ります。ファーザーは目覚ましい働きをしてきました。ファーザーがいなかったら私は存在していません。体を大事にしろ。そうすればあまりここに来なくても済む。人間じゃん。なあ、落ち着いたら健康診断をして君の体の状態を記録したい。だが今すぐでなくていい。髪の毛生やしてほしいな。これ悪く思わないでほしいが、赤の他人に体をいじられたくない。すぐに信頼してもらえるとは思っていない。これだけは言える。君の時代の医療処置はここで私たちができることとは比べ物にならない。ゆったりくつろいだらどうだ。地理とかを学んだりして、その間応急処置が必要になったら来ればいい。君が準備できたら診察する。体を大事にしてくれ。そうすれば私は不要だ。はい。診療所か、ここは。インスティチュートの。本当もう彼らにとっては理想の空間か、ここ。ここで大きなことを成し遂げてくれるだろうと分かっています。もう一息、プライマリー駆動サーブを閉めるだけ。プライマリー駆動が壊れたのは今月これで3件目よ。個人的にはこの手の古いモデルはさっさと型落ちさせるべきだと思うわ。さあどうかしら。この子たちのほとんどが理論上の寿命をとっくに超えているんだから、なかなか丈夫に作られていると思う。確かにそうだ。それでも第三世代の展開は待ちきれないわ。これでよし。こんばんは。終わった。さあ仕事に戻って。ありがとうございます。こちらこそ。当然よ。この場所を円滑に運営するのが私の仕事よ。一緒に働けるのを楽しみにしているわ。まずはちょっと挨拶を一人ずつ。いや、ドクター。嘘じゃなかった。まさか本当に来るとはね。ねえ、いいかな。私はアリー。アリー・フィルモア。インスティチュートのチーフエンジニアだと思ってくれればいいわ。あなたの話を神父から聞いたとき、信じられなかった。大変な経験をしてきたのね。波の人なら絶望しそうな。差し支えなければ教えて。何があなたをここまで支えてきたの？これでしょ。いや待てよ、こっちだな。息子を見つけ出し守ってやりたい一心だった。息子さんが見つかったからには立派な男に成長したと自慢できるといいわね。さてこれから施設部門について手短に説明して、その後で質問があったら何でも答えるわ。ご想像通り、私たちはインスティチュートの機械と電気のシステムがちゃんと動くように保守しているの。この場所みたいに働いて暮らせるようにシステム全体のメンテナンスやアップグレードをしている。この壁の裏には機械がたくさんあって、空気や水をリサイクルしたり、研究所やコンパウンドに電気を供給したりしているわ。他の部門ほど刺激的な仕事ではないかもしれないけれど、少なくとも大事な仕事ではあるわ。ここにいて神父について話しているということは、あなたも仲間なの？仲間なのか。仲間ではないな、まだ。すんげえ目細めてるけど。周りを見て回ってるだけだ。そのようね。でも下手に触らないで。見た目とは違う繊細な器具があるから。施設部門について知りたいことがあったら喜んで話すわ。これ。ここを最初に建造したのは誰だ？昔からあったのか？インスティチュートの建造は歴代の科学者の業績よ。私たちの直系の祖先、大戦を生き延びた最初の世代の人々は旧 CIT の地下に避難したの。その息子や娘たちは長年にわたってさらに奥へと掘り進めて、ますます洗練されたコンパウンドと研究所を作り上げたわ。現在も建造は続いている。新たな施設やインフラのために今でもトンネルを掘り進めているわ。今から100年後、ここがどうなっているか思い浮かべてみて。それを私はこの地で見届けたいの。でも連邦の CIT は廃墟になってたけど、あそこの地下実は何かあるの？あの人がチーフで、ロボティクス。不要なエネルギー消費は最小限にすること。プライマリーレベルが 2% を切るまでチャージするな。それからナビゲーションソフトウェアにパッチを当ててないなら。こっちはバイオサイエンス。
おお。お？ウホホゴリラがいるよ。え、人造ゴリラ？これも人造なの？子供型の人造人間。どんな子供であれ、上であれだけ生き延びられるのは驚異的だ。そう、そのことは深く考えないようにしている。ここでの自分たちのことだけでも手に余るのに、あの一家は失われようとしている歴史の最後の生き残りだ。この問題にはこだわらないのが一番いい。彼らが人間であることに変わりなく、しかも苦しんでいる。少なくとも気の毒であるのは認めざるを得ない。結局、もしも人間性さえ保てなかったら、どうして人類を再定義するという希望を持てるのか。その質問はロボット工学部門の仲間たちに残しておいてやるのが一番だ。はい、そうでしょうね。人間の未来がまさにここに根付こうとしている。クレイトン・ホルドレン。いや、ドクター。ようこそ。よく来てくれた。バイオサイエンス部長のドクター・クレイトン・ホルドレンだ。我々の仕事ぶりを見せたくてうずうずしている。腰を抜かすよ。例えばどのような？それを今から説明する。バイオサイエンス部門は名前の通り、植物学、遺伝学、医学などを専門に扱っている。最も大事な役目はインスティチュート全員の健康と幸せを守ることだ。そのために特殊な品種改良を施した植物を栽培して食料や薬に利用している。人造動物の研究さえ始めている。あのゴリラを見ただろう。現時点ではペットに過ぎないが、それでも驚くべき可能性を秘めている。ゴリラじゃなくてももうちょっと別の動物とかあったんじゃないの？あのゴリラも人造だよね。あのゴリラも人造ということか。その通りだ。君の反応ぶりを見る限り、彼らを生き物のように見せる仕事は成功している。この計画はまだ初期段階だが、将来性は興奮に値する。時間をだいぶ取ってしまったようだが、これだけは聞かせてくれ。仲間に加わるか決めたか？それはまだ何とも言えません。今は何とも言えない。とりあえず保留して検討する。重大な決断なのはわかるが、滅多にない大きなチャンスでもある。急いで決める必要はない。いずれにしろまだいろいろ見て回りたいだろう。あるいはお望みならどんな質問でも喜んで答えや。あ、医療担当者はさっき見たし結構です。今は結構だ、感謝する。ではお大事に。どの部門の人たちとお話ししても仲間にならないとは言ってくるんだ。でもこの人たちと仲間になったら、つまり連邦的に回しちゃうことになるからな。協力してくれた BOS でさえ。なんかないかな。なんかありそう。コータライザー。迷うな。おっと待って。FEV 研究所？これ開けちゃっていいのかな。やった。え、なにここ。一気に雰囲気変わったけど。人造人間。ここ入ってよかった場所かな。入っちゃったけど。素晴らしい。おっと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 。
ここ入っちゃあかんとこだったかな。これ元の場所に戻ったら、お前敵んとかっていうオチじゃないよな。出て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 。おお、ここにあるのは全部タレット？僕は解除。いいね。ああ、伝説、伝説。敵と交戦します。あ、待って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 、伝説すぎる伝説すぎる伝説すぎる。あまさかのバッツしようとしたらステルスボーイっていうオチか。大丈夫かな、こんなところ来て。でどうしようかな。ここは薬物作戦かな。サイコ&ジェットで行くか。で最悪ね、敵対していなければね、医療担当の人に見てもらえば治してくれるんじゃないかと。で近距離でビッグボーイはちょっと爆死パターンだから、ここはどうしようかな。爆発ピストルかな。よし、いいね。あ、いた。声声声、来た。待って、今のうちに。はい、薬物中毒です。おお、おい、なんとか倒した。ちょっとこいつ、こいつすごいな、放射能が。ほうほうほう、やたら強かったな。こんなのがまだ何体もいたらちょっと困っちゃうな。もうすでに中毒だから。ここ来ていい、ここ来てよかったところか、本当に。まだ全員からお話聞いてないし、それにここ全部探索し終わって戻って、お前敵っていうオチだったら、泣いちゃうな。とりあえず行けるだけ行ってみよう。クイックセーブもちゃんと挟みつつ。素晴らしい。ロッカー、白衣が入ってる。トラップがある目の前。タレットか。OK、やった。お、キックボール、これだけ。え、違う、なんかやっぱインスティチュートなんか怪しいでしょ。こんなね、人を一人寝っ転がれもしなさそうな、こんな狭い空間がさあってさ、おもちゃとか置いてあるなんて。あ、タレットか。なんだよおい。おーおーおーってびっくりした。猫絶対やべえよこれ。とりあえずあれ壊しちゃおう。で、これを解除したいんだけど、これを解除
怖いな、なんかここ無音だし。で、ライト消したらさ、暗いわ。ハッキングか。やった。けえ、こんなとこにタレットのコントロールがあったってね。仕方ないんだけど。また変なアサルトロンとか出てこないよな。おーい。え？これもあれで後ろからファーザーやってきて見てはいけないものを見てしまったなっていうパターンだよ。ここだけいないんだけど。これもしかしてさっきの部屋、一室の空間にいたやつ？あ、なんか見てはいけなさそうなものがある。個人記録、ドクターダイアン・バージルだ。これが最後の録音になるだろう。FEV プログラムを中止するよう要請したが、繰り返し拒否されている。この10年間で何も学ばなかったようだ。なぜファーザーは継続を主張するのだろう。あの人がわからないのなら自分で何とかするしかない。だが今やっていることは正しくないことだ。止めなければならない。私がいなくなった後に誰かがこれを聞いたら、誰も傷つけたくはなかったと分かってくれるだろう。誰一人もだ。分かってもらえるか。全てのプログラムを中止する。ずっとは無理なら少なくとも数年間。その後は裏切ったと思われることは分かっている。反逆、あの人はそう言うだろう。だから去ろうと思う。ある考えがある。それがうまくいったら安全な場所に行くことができそうだ。コーサーにさえ見つからない場所だ。我々がやったことを、奪った命、もし神がいるなら我々に情けをかけてくれることを願うばかりだ。なるほど。ここにいたのバージルか。で、コーサーから逃れるためにあの超南に位置する輝きの海に身を潜めて。なんか声若かったな、このテープのバージル。ここにいたのバージルで、あとテープが2つ置いてあるな。ああ、最後切れた。被験者ステータス。待って、これ被験者全部人間じゃん。やべえ、これ絶対参加したらまずいよ、インスティチュート。こっちも聞いてみよう。ああ、ドクター・エリオットだ。バイオサイエンス理事会のための公式報告。日時は、2178年8月。在任してからずっと取り組んできた穀物生産高が予想以上だったことを喜んで報告する。実は、すべてうまくいっているが、一つだけ問題がある。ドクター・フレデリックから理事会が FEV ウイルスのサンプルの研究を認可したと聞いた。サンプルはフレデリックがすでに所有しているということも。理事会に疑問を持っているわけではない。それは分かってもらえていると思う。なんでこんなことになったのか分かりたくもない。しかしこれは厄介だ。危険な可能性もある。リスクを最小限に抑える努力はするが、これがどういうことか分かっておいてもらいたい。人体実験落ちだ、これは。ドクター・エリオット、バイオサイエンス部に報告する。2224年3月、新しい実験材料を受け取った。しかし前回の報告でも言ったように、これでは袋小路だ。このままやっていても無理だろう。2つの有望な FEV の菌株は理想的な状態に変化したが、まだ何か忘れてる。チームの見解に賛成だ。人工臓器研究を進展させるには新しい調査手段が必要だ。これ以上連邦から実験材料を仕入れても意味がない。例外なく同じ問題を抱えている。放射線を浴びすぎているということだ。何か新しいやり方が必要だ。もうすぐ発表するつもりの提案がある。
完全に納得はしていないが、まだベストなやり方に思える。はい。てなわけで、美味しい勧誘には裏があるというのはこういうことか？じゃあ、インスティチュート潜入早々にもう、真っ黒な部分を見ちゃったかもしんないけど、じゃあ今回こんなところで、敵対してないよね。大丈夫だよね。まだ他にもやることがあるので、インスティチュート内部探索続けていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。